これでもやってなかった場合に誰がこうやってないじゃないかっていうことを指導したりとかやりなさいっていうことをしたりできるんですか。これ先ほどの労働安全性法のですね、その法の所掌は基本的にはその労働基準監督署、はい、この全国に340程度あるんですね、うん、役所でこう管轄をしてまして、まあ、もしそういうところがあればですね、はい、その労働基準監督署の労働基準監督官という職責の、はい、職員のものがですね、入っていって、うん、状況を確認した上で是正勧告を行うと。ここはもう測ったら 2.5 超えてるから、はい、これは管理区域にちゃんと指定してくださいと、うん、もしくはおそらく調査に行った時点でですね、全く管理区域の指定がなければ本当にそこは大丈夫なのかって話になると思います。でその時にちゃんとこう測定をした結果がなければ、まあ、それはちゃんと測定をして管理区域に該当するかどうかを、まあ、調べてくださいという指導をすることになると思います、ね、それは自治体であってもですよね。ただこれはですね、あくまでその雇用、労働基準法から派生している法律なので、はい、なるほど、雇用関係というのが前提なんですが、ね、そのなかなかその自治体にですね、直接その地方公務員では適用がなくてですね、あくまでも労働者、地方、公共団体から、まあ、委託を受けて何かやってる業者があるとしたら、その業者に対して指導することになります、ね、うんうん、なるほど。これ、じゃあこの管理区域に指定した場合にですね、はい、どういうことをしなければいけないのかということなんですけれども、これはいくつか書かれているんですが、それをちょっとご説明していただきたいんですけど、一つにはじゃあそこを管理区域ですよと明示しなくちゃいけませんね、そうですね、いうことですよね、はい。でまあ、これは第3条のところになりますけれども、はい、まずそもそも必要のある人をそこに立ち入らせないと、必要のない人ですね、あ、必要のない人をそこに立ち入らせないというのが一つです、はい、で、それを、まあ、担保するためにですね、見やすいところに、うん、まあ、これは、まあ、注意事項とか注意事項いろいろなものをちゃんとこういうふうに、はい、やってますよということを明示しなくちゃいけない、はい、まあ、一項のところにも標識によって明示したけれども、 そこは管理区域ですよっていうのを、うん、まあ、これは方法は特に指定されてはいないんですが、この床に斜線を引くとか、斜線を引くとか、ここから先管理区域、管理区域って書くとか、いろんな方法がございます。で、あとはですね、当然そこに、まあ、入る方についてですね、非常にその線量の高いところに入っていくことに、なりますので、うん、例えばその第8条にますが、線量の測定と管理というのをきっちりやりましょう。あ、線量の測定を しなくちゃいけないんですね、はい、線量っていうのはこれは被爆の線量だから、はい、その作業員の方が線量計を持って入るとか、そういうことです、ことですね、はい、ですので、まあ、こういう措置が、まあ、一つ必要になると。当然その測った線量は測るだけじゃなくて記録しなきゃいけません。記録して保存しましょうということを、まあ、第9条で規定をしています、うん。また少し飛びますが、ちょっと主だったところだけいきますと、はい、第38条ですね、第39条、第40条になりますけれども、ちょっとこれは違うかもしれないですね、でもそういう装備をしなくちゃいけないんですね、当然のことながらですから、ですけど、すみません、管理区域との話は別になりますけど、38条だとその、まあ、汚染された空気を吸入する恐れがあるものに労働者が従事させるときという話があるので、多分その全く管理された放射性物質を扱うときは吸い込みはないんですけど、山積みになっているようなですね、お手でやるときには、それは汚染された空気を吸入する恐れがあるっていうのをおそらく言うことになりますので、そういうときはもうその前提のように防塵マスクをまずしましょう、で、その程度がひどければですね、そのホースマスクでこう空気をこう直接送るようなですね、そういうものをやったり、その酸素ボンベを背負ってやりましょうと。いうふうに演じたりもしています。これでもゴーグルとかって特にないんですね、書いてある、ここはゴーグルはないですね、まあ、あくまで吸入を防ぐ、吸入を防ぐことになりますので、なるほど、呼吸器からの吸入を防ぐということがメインになりますので、当然、まあ、ただその39条でですね、その次の条文ではその汚染防止のための有効な保護衣類っていうのがありますので、うん、その目もその吸入にはならないんですけど汚染されることになりますので、それは当然ゴーグルが必要になります、うん、で今回は特にもし法上分上の規定というわけではなくてもですね、うん、かなりイレギュラーな状態にはなってますので、多分その少なくとも防塵マスクと肌の露出を防ぐような装備というのは必要になりますし、うん、あとはおっしゃったようにゴーグルとかですね、それで目を守るということも、うん、一面必要になるだろうというふうには思われますね。なるほど、うん、
大体戻ったところはそういったところです、ね、でよく分かりました。これちなみに東京都の方からそういう問い合わせがあるとかっていうことはあります？ちょっと私が受けたりは事実上はしてないですね、もしかすると他の担当者が受けてる可能性がありますが、まあ、基本的には今申し上げたようにですね、管理区域に該当するかどうかというのはまず一つと、該当するんであれば所定の措置を講じましょうと、定時職にご登録ですね、そうでないと法違反になります、その、まあ、2点をそうです、ね、ご説明するという。これ片野さんは厚生労働省の労働基準局、安全政府労働衛生課の業務第4係長してます。電利息の担当係、電利息の担当ということですね、電利息の担当係長の笠野さんの、まあ、ご見解ということですね、ありがとうございます。